どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらテニスの王子様コロシアムの周回編成紹介していこうと思います。今日すでにね、サノスを使ったボススキップ編成と、でほぼずらしのねボススキップ編成と、あとはボス2パンなんだけど高速で周回できる3分台の編成難易度低めの編成紹介したんですが、今日はさらに編成難易度を低い編成を紹介していこうと思います。はい、で今日の編成、しばだら編成なんですけど、なんとリーダーが自由です。はい。まあ、とはいってもですね、自由ではないんですけど、テニプリキャラでかつスキブ4以上なら何でも OK です。はい。なので、まあ、普通に自分のね、テニプリのボックス見てもらって、スキブ4つあればいいので、スキルターン短めで、まあ、スキブ4つある。例えば、タニシとかも全然いけるね。スキブ6だし。で、こいつも多分スキブ4にできるよね。そうできるね。そう。っていう感じでスキブ4にできるキャラを探してもらって、ここら辺でリーダーにしてあげれば大丈夫って感じになります。なのでまあ代用したいはね、リーダーめちゃくちゃ広いと思うので、テニプリのスキブ4つ以上のキャラクターで OK です。はい。で続きまして、武器ですね。武器に関してはレム武器継承です。ここは泥強プラス2ターン属性吸収無効スキルプラスできるだけ長い軽減スキルをつけてあげてください。今回はレム使ってあげてますが、代用としてはハンスとかライネスが代用として使えるって感じになります。はい、っていう感じですね。で続きまして、しばだらです。蝶つなげ至上限解放潜在に、こちらマムの手配所継承です。で周回していったら、ここね性格ジャージに変えてあげてください。水泥強4つプラス自動回復6つなんで、代用し変えていってあげてください。2体まで変えてもらって大丈夫です。はい、まあ、マム蝶つなげ上限解放にマムで、こっちこれも蝶つなげし上限解放にマム武器継承です。からのこれも蝶つなげ上限解放にマム武器継承です。もし引け次第ですね、性格ジャージに変えてくださいって感じです。自動回復ドル強武器で OK です。からの神結びです。スキブに上限解放潜在、そしてこちらラルグ継承ですね。これはリーダーチェンジなんで、オラージュ、シア、ブラダマンテ、ノアマ、ハトーで大丈夫ですので、18ターンのリーダーチェンジ使ってあげてください。でラストにこちらジョナサンです。7強上限解放潜在に、こちらはぐれメタル継承って感じになっております。まあ、という感じの編成ですね。はぐれメタルはウルカか織姫か代用として使えるって感じになります。まあ、今日はこちらのね、しばだら編成を使ってコロシアム周回していこうと思います。リーダー自由でかつサブの編成難易度ももうめちゃめちゃ低いと思います。正月神結びがいれば色は組めると思いますので、まあ、今日はこちらの編成を使って実際にねコロシアム周回していこうと思います。やっていきましょう。さあ1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。とりあえずしばだら2枚打ちましょう。はい、でまずはずらします。でリーダーによってはここワンパンしちゃうと思うんだけど、まあ、日吉使ってる場合に関してはワンパンできないんで大丈夫です。はい、日吉使ってればワンパンできないので、ここで金結びの裏からのしばだら打って倒していきましょう。ワンパンできるリーダーの場合は2階層で変身、できない場合は1階層の2ターン目で変身してあげてください。さあ続きまして2階層です。ここからは特に立ち回り変わりません。3階層しばだら、ごめんなさい、2階層しばだら3番目打っていきましょう。でリーダーチェンジしない場合に関しては紙結びリーダーチェンジしてあげてください。よしリーダーにしてね、落ちこなしマッチしてる場合はここ2パンなんですが、ボスね1階層で火力出せるようにしてあげればワンパンできますので、それでも問題はありません。どちらかって感じです。ワンパンできる場合に関しては2階層リーダーチェンジで OK です。3階層です。3階層はしばだら打ってあげて10コンボ以上組んでいきましょう。まあここはルーレットゆっくり待ちながら殴ります。はい、こんな感じで1秒待ってあげてからルーレットパズルしてあげて10コンボ組んでいきましょう。ここだけね1回ねちょっとルーレットめんどくさいパズル入るんですけど、ご了承ください。さあ続きまして4階層です。4階層は普通にしばだら2回打って2パンしていきます。はい、ここは何もないです。ただしばだら2パンです。まずこれで一発殴りでからのしばだら打ってあげて突破していきましょう。これでワンパンです。はい、9コンボ組んであげてこのまま2パンしていきましょう。さあ続きまして5階層です。5階層です。ここはゾナさんの裏打ちます。はぐれメタル発動からのしばだら打ってあげてワンパンしていきましょう。はい、これで突破です。さあ続きまして6階層です。これしばだら打ちましょう。で蝶つなげ主婦組んでワンパンしていきます。これで OK ですね。はい、突破していきましょう。さあ続きまして7階層です。ここもしばだら打ってあげて殴っていきます。
はい、シャバダル打ちましょう。で、10コンボ組んで突破していきます。8階層です。ここで日吉の裏打ちましょう。レム武器発動。まずはこのワンパンしていきます。はい、はい、まずこれで一発殴ってあげて削り、うん、これで削ってあげてから柴田ラウって2パンしていきます。はい、でここ毒ドロップだけ注意してください。これで柴田ラウって倒していきましょう。 OK 突破です。さあ続きまして9階層です。ここは柴田ラワンパンしていきます。毒ドロップ注意してください。おい、まあ1個消すぐらいは大丈夫でしょう。さあこれで突破です。 OK。 さあ続きまして10階層です。あ、例えばリーダーをタニシとかにしてあげるとスキブ6になるから、そうしてあげれば芝あの神結びの聴覚生を毒耐性にできるんですよね。だから安定させたい人はリーダータニシとかにしてあげて、で神結びの聴覚生毒耐性プラスとかにしてあげると、あそこでね、事故る可能性もなくなるかなと思います。はい、でここは2パンしていきましょう。柴田ら打ちます。はい、一応ねこの編成超編成難易度低くしてるので、もちろんこの通り組んでもらっても大丈夫なんですが、例えばリーダータニシにして神結びの聴覚生を毒耐性プラスにするとかですね、工夫はいろいろできるかなと思います。はい、でここは神結びからの柴田らマザーを打ちましょう。でこれで一発半分まで削っていきます。枝豆残しながら一発半分まで削りです。はい、であとはラストドナさんからの柴田ら打ってあげて突破していきましょう。しっかり枝豆含んで倒していきます。はい、これで枝豆としっかりとコンボ組んで倒していきます。13コンボ以上組んであげて、さあこれで2パンしていきましょうっていう編成でした。はい、こんな感じでやってもらえれば周回できる編成になっていて、はい、こちらで報酬の方を入手することができます。特にね、めちゃくちゃ何回も周回するわけじゃなくね、この武器が欲しい人とかはもうこれ十分すぎると思いますし、全然、ね、普通に周回する分にもね、全然問題はないと思う編成になってるかなと思います。タイムはだいたいこんな感じ、遅くて5分ぐらいですかね。はい、で周回できる感じになってます。でちょっと変えてみましょう編成で。まあ編成難易度上がってもいいんだったらこっちの方がおすすめ。まずリーダーがスキブ6個のキャラです。リーダーがスキブ6個のテニスの王子様キャラクターですね。で今回は1階層ワンパンできる戦国使っていきます。スキブ6個のキャラクタータニシとかでも OK ですからね。で亀結びに毒耐性プラスの方が安定感は絶対に増えます。ちょっとこっちでやってみましょう。はい、もし組めるんだったらこっちが間違いなくおすすめって感じかな。うん、でこっちだと1階層がワンパンできるんですよ。はい、まず柴田ら打ちます。はい、でからの柴田ら打ってあげてずらしていきましょう。戦国のスキル2枚打ってあげてる、ごめんなさい、戦国のねリーダースキルが発動するので、これだとこれで攻撃力2倍が入って、こんな感じでワンパンができます。はい、そうすると1階層2パンの時短が減るのですごく楽になるかなって感じです。はい、でここからはまあ特に変わらないんでカットでいいでしょう一旦。オッケー、じゃあ帰ってまいりました。9階層からです。ここも突破していきましょう。オッケー。で、神結びの毒目覚めが入っ、毒耐性があるおかげで、毒生成は食らわないので、めっちゃ安定します。はい。変に事故しなくていいから、9階層とで事故ることもなくなって、8、9階層あたりかな、の毒生成に関してもしっかり対策ができていて、ずらしだけで対策していけます。はい。で、ここもしっかりとワンパンしてあげて、さらに2パンでも大丈夫です。はい。いや、またお前かい。意外とあれなんだけど、性格のジャージ出ないんだけど、神結び柴田ら打って、まあ、また殴り、はい、わ枝豆3種入っちゃった。まあいいや、これでまずは半分まで削ります。うん、でから柴田らのジョナサン打って終わりです。はい、ここは変わらないですね。柴田らからのジョナサン打ってあげて、ちゃんとね分割してあげて超つなげ仕組んでいきます。はい、っていう感じの編成でした。
まあ、もしねリーダーとかを戦国とかねスキブロックのキャラにできる場合、カメメスムの超覚醒独体性プラスにできるのでさらに安定するかなって感じです。でタイムに関してもめっちゃ速くなりましたね。戦国なんで4分23秒とかで周回できるので、まあ、あの同じリーダーでもねこんな感じで、まあ、リーダー戦国に変えてあげてとか、あとは超覚醒からね神結び独裁戦にしてあげてとか安定感増やしたりできるんで、よかったらこちらも参考にしながら編成組んでみてください。じゃあ今回の動画は終わりになります。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。